卒業ホームラン、重松清。天気は良かったが、朝のニュースによると午後からは風が強くなるだろうとのことだった。平日より少し華やいだスーツを着た天気予報のキャスターは、行楽にお出かけの方はセーターを一枚余分に持っていかれた方がいいかもしれませんね、と愛想よく笑っていた。ねえお父さん、春一番かな。スポーツバッグの中身を点検しながらサトシが言った。どうなんだろうな、と鉄夫は首をひねり、使い込んだノートに強風の可能性ありと走り書きした。去年の4月から使い始めて、これが最後のページだ。表紙にサインペンで書いた。富士見台クリッパーズ第6期活動記録の文字も1年間で随分色あせた。少年野球チームの監督を引き受けてから6年が経った。30代の後半はほとんどすべての日曜日を河川敷のグラウンドで過ごしてきたことになる。チームが結成された頃には小学校1年生だったサトシも来週卒業式を迎える。長かったような気もするし、あっという間だったようにも思う。サトシはスポーツバッグのチャックを閉め、そばに置いていた金属バットを手に取った。素振りしてくるね。あんまり時間ないぞ。大丈夫。ウォーミングアップだから。庭に出たサトシと入れ替わりに、妻のヨシエがキッチンからリビングに顔を覗かせた。ねえ、あなた。難しいよ。実力の世界だからな。哲夫がぽつりと返すと、ヨシエは、サトシのことじゃないわよ。と、ため息まじりに言った。ノリコのこと。なんだよ。拍子抜けした思いが、声を不機嫌にしてしまう。まだ寝てるんだろ、あいつ。今日、塾の模試なんだけど、もう全然行く気ないみたい。何遍起こしても、眠たいからって、それだけ。中学2年生ののりこの様子が、秋頃からおかしい。何事に対しても、やる気をなくしてしまった。担任の教師によると、授業中もぼんやりと窓の外を見ているだけで、ひどい時には、教科書を開こうとすらしないのだという。難しい年頃だというのはわかる。しばらくは扱いづらいだろうとも覚悟していた。だが、親や教師に反抗するのではなく、1年後に迫った高校受験のプレッシャーで苛立つのでもなく、今自分がいなければいけない場所からさらりと立ち去っていくような態度が、気になって仕方ない。冬休みに一度きつく叱った。塾の冬季講習のお金をヨシエから預かったまま申し込みをせず、そのお金を全部友達との遊びに使ってしまったのだ。だが、ノリコは大して悪びれもせず、来年は受験なんだぞ、と繰り返す鉄夫をむしろ哀れむように見て、言った。頑張ったってしょうがないじゃん。真顔だった。頑張ったら何かいいことあるわけ？その保証あるわけ？と続け、哲夫が返す言葉に詰まってしまうのを見込んでいたように、ないでしょう？と言った。その時のまるで幼い子供に教え諭すような口調は今も哲夫の耳の奥に残っている。頑張ればいいことがあるとすぐに言ってやらなかったのは、親として間違っていたかもしれない。それでも今もう一度同じことを聞かれても、やはり言葉に詰まってしまうだろう。ある
と答えると、嘘とまでは言わなくとも、何か大きなごまかしをしてしまうことになるだろう。ユニフォームに着替えたところに、山本君の父親から電話がかかってきた。今日の試合に息子を先発出場させてもらえないかという。田舎から年寄りが出てきてるんですよ。せっかくなんで孫の晴れ姿を見せてやりたくてね。最後の試合ですし、どうでしょう。なんとかなりませんかね。いつものことだ。ゆうべは奥島君の母親から応援の人数の都合があるので試合に出られるかどうか教えてほしいという電話があった。ふざけるな、と監督として思う。だが、父親として立場を入れ替えてみると、その気持ちも、わからないではない。先発はちょっと難しいんですが、試合には出てもらいますよ。哲夫は顔をしかめ、それを悟られないよう、棒読みのような口調で言った。窓越しに、庭で素振りを続けるサトシの姿が見える。波打つようなスイング。バットを上から振り下ろして、ボールを地面に叩きつけるんだ。と何度言っても、アッパースイングの癖は最後まで治らなかった。こうなんだ。と、哲夫はダウンスイングの身振りをしながら、座卓の前に座り直し、チームのノートをまた広げた。ノートには日曜日ごとの練習や試合の記録が細かく書きつけてある。去年の4月から先週までに19試合こなしてきた。今日が20試合目。サトシたち6年生にとっては最後の試合になる。結成以来のメンバーだ。1年生の頃から鍛え抜いてきた。その甲斐あって戦績は19勝0敗。ずば抜けた選手がいるわけではなく、試合はいつも接戦になるが、それをものにする粘り強さがある。ここまで来たら全勝のまま小学校を卒業させてやりたい。それが6年間頑張ってきたことへの何よりのご褒美になるはずだ。ペンを取り、今日の試合のスターティングメンバーをノートに書き入れた。補欠は7人。補欠組もレギュラー組とは分け隔てなく練習させ、試合の時にはピンチヒッターやピンチランナーでなるべく出番を作ってやるように心がけてきた。背番号16。ベンチ入りの最後のメンバーを書き込んだ。加藤聡。16人いる6年生のしんがり。公平に実力を判断した結果だった。いや、本当に公平に見るなら、サトシよりも上手い5年生は2、3人いる。実力主義を貫くのなら、サトシに背番号16を与えることはできない。痛いほど分かっていても、そこまでは監督に徹しきれなかった。父親の自分を少しだけ残してしまった。補欠の子供の親につい気を使ってしまうのは、その後ろめたさのせいかもしれない。素振りを続けるサトシに、そろそろ出かけるぞ、と声をかけようとしたら、間延びしたあくびと一緒に、のりこがリビングに入ってきた。まだパジャマ姿だった。ボサボサの髪を手ですきながら、目をしょぼつかせて、おはよう、と気のない声で言う。お前、もしサボるのか？うん、まあね。急いだら、まだ間に合うんじゃないのか？いいよ、そんなの。トイレに降りただけだから、もうちょっと寝るし。むっと仕掛けた鉄をいなすように、のりこは庭に目をやって、サトシ、張り切ってるじゃん、と言った。最後の試合だからな。気を取り直して返す。もしに行かないんだったら、応援に来るか？鼻で笑われた。
冗談やめてよ、というふうに。試合に出るの、サトシ。ベンチに入ってるんだから可能性はあるよ。ないじゃん、ピシャリと。いつものパターンじゃん、それ。のりこの言う通りだった。サトシは今まで一度も試合に出ていない。今日もよほどの大量リードを奪うか奪われるかしない限りチャンスはないだろう。最後なんだから出してやればいいのに。のりこの声に父親を咎めるような響きはなかった。ごく自然な言い方で、だからこそ胸が痛む。同じことは昨夜ヨシエからも言われた。きっとサトシも心の奥ではそう思っているだろう。だがサトシは補欠の7番手だ。監督の息子だ。チームには20連勝がかかっている。出せない、やはり。実力の世界だからな、と哲夫は言った。あいつももうちょっと上手けりゃいいんだけどな、と続け、口にした途端ひどい言い方をした、と思った。のりこは黙って窓から離れ、座卓に置いてあったみかんを一つ取って、それを手のひらで弾ませながら言った。どんなに真面目に練習しても、下手な子は試合に出してもらえないんだ。そうじゃない、とは言えない。やっぱり頑張ってもいいことないじゃん。ね、そうでしょ？お父さんが一番よくわかってるんじゃないの？試合に出ることだけが野球じゃないんだ。だったら、サトシに聞いてみたら？試合に出たいって言うと思うよ。努力することが大事なんだよ。結果なんて本当はどうでもいいんだ。じゃあ今日の試合、負けてもいいじゃん。へりくつだ。それがわかっているのに、言い返す言葉が見つからない。のりこは部屋を出がけに哲夫を振り向いた。努力が大事で結果はどうでもいいって、お父さん本気でそう思ってる？哲夫は黙って小さくうなずいた。サトシってさ、中学生になったら私みたいになるかもよ。頑張っても何にもいいことないじゃんって。のりこが2階に引き上げた後、哲夫は思った。へりくつを並べ立てていたのは本当は自分の方だったのかもしれない。午前10時の試合開始に合わせて9時から練習を始めた。20連勝のかかった。しかもこのチームで最後の試合というせいもあるのか、レギュラー組の動きがどうも硬い。特にエースの江藤君はいつになくコントロールが悪く、ブルペンでしきりに首をかしげている。相手チームは練習を見ただけでも相当鍛えられているのがわかる。特にピッチャーは体が中学生並みに大きく、球も速い。地区の取り決めで肘に負担のかかる変化球は投げさせないことになっているが、直球一本でも手こずりそうだ。ノックを終え、ベンチに戻ってメンバー表に名前を書き入れていった。スタメンの欄はノートに書いた通りで埋まったが、控え選手のところで迷った。江藤君の調子を考えると、ピッチャーがもう一人いた方がいい。新チームのエースになるはずの5年生の長尾君を控えに入れておくべきかもしれない。富士見大クリッパーズさん、いいですか？主審がベンチにメンバー表を取りに来た。はい、すぐに。眼差しを横に滑らせると、サトシが見えた。他の選手がおざなりに済ませる膝の屈伸運動を、サトシ一人だけ丁寧に一生懸命にやっている。監督さん、いいですか？主審に促され、補欠の欄の一番下に、加藤、と走り書きして渡した。その時、バックネット裏で歓声が上がった。
振り向くと4番バッターの前島くんの両親が、目指せ不敗神話祈る20連勝と書いた横断幕を広げていた。鉄夫は相手チームのベンチに向かいかけた主審を慌てて呼び止めた。メンバー表の加藤を二重線で消して横に長尾と書き込んだ。サトシは下級生と一緒にベンチの横に並び、グラウンドの選手たちに声援を送っていた。最後の試合に出場どころかベンチ入りすらできなかったのに、サトシの様子は普段と変わらない。どこか気まずそうな6年生の仲間に、頑張れよと声をかけ、自分と入れ替わって5年生でただ一人ベンチ入りした長尾くんにも笑顔で接する。俺ならそんなことはできなかった。高校時代を振り返って鉄夫は思う。負けず嫌いの性格だった。野球だけでなく勉強でも他のスポーツでも負けたくないから必死に頑張ってきた。それが報われたこともあったし、報われなかったことももちろんある。頑張ればいいことがあるとはやはり言えなくとも、あるかもしれないくらいならのりこに言ってやれるかもしれない。いいことがあるかもしれないから頑張ると言葉を並べ替えてもいい。だからこそ本音を言えば鉄夫にはよくわからないのだ。いいことがないのに頑張るサトシの気持ちが、監督としても親としてもそれは決して口にはできないことなのだが、試合は2回終わって0対0。相手チームのエースは予想以上の好投手だった。一方、江藤くんの調子は予想以上に悪い。球が高めに浮き、スピードも切れない。3回裏、相手チームの先頭打者がフォアボールで出塁した。続く打者はきっちり送りバントを決め、しかも江藤くんが打球の処理にもたついてしまい、ノーアウト1、2塁、打線はクリーンアップに回る。江藤くんは次のバッターの初球にワイルドピッチをした。ランナーは2、3塁に進む。鉄夫は敬遠のサインを送った。だが頭に血が昇った江藤くんの目には入っていないようだ。まずいぞと思う間もなく、江藤くんは投球動作に入った。もうタイムもかけられない。スパーンと快音が響く。左中間にライナーで飛んだ打球はぐんぐん伸びて、レフトの前島くんの差し出すグローブの遥か上を越えていった。致命的な3点が入った。救援のマウンドに登った水谷くんも打ち込まれた。3番手の長尾くんも火のついた相手チームの打線には通用しなかった。5回の裏を終わったところで0対8。相手チームのエースは相変わらず絶好調で、まだ1安打しか許していない。攻略の糸口は見つからない。たとえ見つけても長尾くんが追加点を奪われる方が先だろう。監督さん、ショートの吉岡くんの父親が小走りにベンチ裏に来て言った。もう試合の勝ち負けはいいですから、補欠の子もみんな出してあげましょうよ。せっかく今まで頑張ってきたんですから。鉄夫は黙ってうなずき、帽子を目深にかぶり直した。今日なら出せた。この試合ならサトシを出しても誰からも文句は言われなかった。あいつの努力を最後の最後で無駄にしたのは俺だ。腕組みをして地面に落ちる自分の影を睨みつけて思う。後悔はしない。勝つためにベストを尽くしたのだ。それでも、俺はサトシの父親として、この監督のことを一生許さないだろう。6回表の攻撃で山本くんをピンチヒッターに送った。一家の声援を受けて 2-3 まで粘ったが、最後は空振り三振。思い切りスイングして、よじれてしまった
背中の14の数字が一瞬サトシの背負った16に見えた。悔しそうな顔で引き上げてくる山本くんにベンチの横から励ましの声が飛んだ。惜しい惜しい、ナイススイング。サトシだった。鉄夫と目が合った。サトシは元気出さなくちゃねというふうに微笑み、うつむいてもう顔を上げなかった。試合が終わった。0対10の完敗、いや惨敗だった。バックネット裏に吉江の姿があった。母親同士のおしゃべりの輪から少し離れたところにポツンと佇んでこっちを見ていた。のりこはやはりいない。誘っても来なかったというより、最初から吉江が誘わなかったのかもしれない。その方がいい。今日の試合だけは見られたくなかった。川を吹き渡る強い風がグラウンドの土ぼこりを舞い上げる。天気予報より少し早く試合が最終回に入った頃から風が強くなっていた。加藤と呼びかけて試合はもう終わったんだと思い直し、父親に戻った。サトシ、ちょっと残ってろ。サトシは一瞬キョトンとした顔になったが、すぐに、オスと帽子を取って答えた。ベンチに座って、敵も味方も観客も引き上げたグラウンドを、鉄夫はぼんやりと眺めた。お父さん、隣に座ったサトシが言った。いいの？もうすぐ打ち上げ始まっちゃうんじゃない？いいんだ、どうせ先に始めてるさ。鉄夫は笑いながら言って、緩んだ方がしぼまないうちに続けた。サトシ、今日残念だったな。しょうがないよ。江藤くん調子悪かったし、向こうのピッチャーすごかったもん。いや、そのことじゃなくてさ、お前のことを試合に出せなくて。いいってば。声は明るかったが、顔はさっきと同じようにうつむいてしまった。鉄夫と反対側の隣に座った吉江が、サトシの肩越しにこっちを見ていた。目が合うと、しょうがないわよ、と小さくうなずく。のりこは朝食を終えると、自転車で遊びに出かけたらしい。仲良しの友達は皆、塾の模試を受けているのに、誰とどこで遊ぶつもりなのだろう。あてもなく自転車を走らせ、暇を潰すだけのために本屋や CD ショップを覗くのりこの姿を思い描くと、腹立たしさよりも悲しみの方が胸に湧いてくる。頑張ればいいことがある。努力は必ず報われる。そう信じていられる子供は幸せなんだと今気づいた。信じさせてやりたい。大人になって、お父さんの言ってたこと嘘だったじゃないと責められてもいい。14歳やそこらで信じることをやめさせたくはない。だがそのために何を語り何を見せてやればいいのかがわからない。鉄夫はサトシに聞いた。中学に入ったら部活はどうするんだ？答えは間を置かずに返ってきた。野球部入るよ。吉江が、今度は別のスポーツにしたら？と言った。ほら、サッカーとかテニスとか。だが、サトシには迷うそぶりもなかった。野球部にする。でもな、レギュラーは無理だと思うぞ、はっきり言って。うん、わかってる。3年生になっても、玉拾いかもしれないぞ。そんなのでいいのか？いいよ。だって僕、野球好きだもん。サトシは顔を上げてきっぱりと答えた。一瞬言葉に詰まった後、鉄夫の両肩からスーッと重みが消えていった。頬が内側から押されるように緩んだ。拍子抜けするほど簡単な、理屈にもならない、忘れかけていた言葉を久しぶりに耳にした。鉄夫はベンチから立ち上がった。ピンチヒッター、加藤。
無人のグラウンドに怒鳴り、サトシのグローブを左手につけた。どうしたの、お父さん。サトシ、バットを持って打席に入れ。は？ほら、早くしろ。サトシの返事を待たずに、試合で使わなかったまっさらのボールをグローブに収め、マウンドに向かってダッシュした。サトシがケースからバットを出す。ヨシエも立ち上がって、やだ、埃すごいね。と、風に煽られる前髪を手で押さえながら、とことことグラウンドに出てきた。鉄夫は、苦笑まじりにグローブをヨシエに放った。ヨシエは、それを両手と胸で受け取り、どの辺で守ればいい？と聞いた。もっと、ずーっと後ろだ。そんなに飛ぶ？当たり前だろう。ホームラン出るかもしれないぞ。ヨシエは、何言ってんの？と笑ったが、可能性がないわけではない。風は、ホームベースから外野に向かって吹いている。サトシのアッパースイングなら、うまくいけば。先発打って一発の割合だろうが、風に乗って外野の頭を越えることもあり得る。それを親が信じてやらなくて、誰が信じると言うんだ。はにかんだ様子で何度か素振りをしたサトシは、小さく一礼して打席に入った。三球勝負だぞ。うん。内角球を怖がるな。後ろに下がると外角低めについてはいけないぞ。はい。返事が違うだろ。腹に力を入れて。押す。よし、そうだ。ボールを最後まで見て、食らいつくようにして振るんだぞ。いいな。押す。鉄夫は、マウンドの土を鳴らし、ボールをこねて、滑りを止めた。例えば、山なりのスローボール、そんなものを投げるつもりはない。レギュラー組の打撃練習の時と同じように、速球を投げ込んでやる。それが、野球が大好きな少年に対する礼儀だ。ワインドアップのモーションで投げた。ど真ん中だったが、サトシは空振りした。完全な振り遅れで、バットとボールも大きく隔たっている。ボールを拾いに行く背番号16に、しっかり見ろと怒鳴った。2球目も空振り。外角球に上体が泳いだ。腰が座ってないからダメなんだ。いつも言ってるだろう。サトシは半べその顔で、押すと返す。叱られて悲しいんじゃない。打てないのが悔しいんだ、と伝えるように、鉄夫に投げ返す球は強かった。最後の一球だ。手は抜かない。内角高めのストレート。サトシは、バットを思い切り振った。快音とまではいかなかったが、確かにボールはバットに当たった。フライが上がる。ビュンと音を立てて強い風が吹いた。が、打球は風に乗る前に落下し始め、ヨシエの手前でバウンドした。ホームラン！ヨシエがグローブをメガホンにして叫んだ。サトシ、今のホームランだよ、ホームラン！と何度も言った。鉄夫も少しためらいながら右手を頭上で回した。打席でキョトンとするサトシにダイヤモンドを一周しろと顎で伝えた。だがサトシは納得しきらない顔で佇んだままバットを手から離さない。鉄夫をじっと見つめ、鉄夫もまっすぐに見つめ返してくるのを確かめると帽子の下で白い歯を覗かせた。お父さん、今のショートフライだよね。来月から中学生になる息子だ。あと数年のうちに父親の背丈を抜き去るだろう。鉄夫は親指だけ立てた右手を頭上に掲げた。アウト。一打数ノーヒットで、サトシは小学校を卒業する。不満そうなヨシエに構わず、鉄夫はマウンドを降りた。ゆっくりとサトシに近づいていき、声が届くかどうかギリギリのところで、ナイスバッティングと言った。
聞こえなかったようだ。サトシはスローモーションのようにバットを振ってダウンスイングの練習をしていた。サトシ、家に帰って荷物置いてから打ち上げに行こう。うん、いいけど。帰ろう。野球のルールを作ったのはアメリカの誰だったろう。いや、イギリス人だったろうか。野球の歴史など哲夫は何も知らないが、ホームベースという言葉を作った誰かさんにありがとうを言いたい気分だった。家だ。野球とは家を飛び出すことで始まり、家に帰ってくる回数を競うスポーツなのだ。バックネット裏に止めた自転車に向かってサトシと並んで歩いた。何も話さなかった。黙ったまま帰ればいい。玄関にはサトシより先に入るつもりだ。おかえりと声をかけてやる。ホームインの瞬間を見届けてやる。少し遅れて歩いていたヨシエが、あっと土手の方を向いて声を上げた。あなた、ほら、やっぱり来てる。知らん顔をしておいた。今なら何かをあいつに話してやれるかもしれない。納得はしないだろうが、伝えることはできるだろう。だが、それはすべて家に帰ってからのことだ。四人で帰ろう。先制点なのか、追加点になるのか、劣勢に立たされての四点かは、わからないけれど。家族みんなでホームインしよう。